アイレブでございます。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー水花ではございません。はい、水花、水に普通の花ですね。漢字で水に花と書いて水花と読みます。水がポチャンとなった瞬間を表現した名前にしております。テーマは加古川。綺麗に澄んだ上流から激しさがこう渦巻くような東流灘、その後穏やかに広がる中流、下流では花火大会も見えてきます。そのような移り変わる光景を踊り子一人一人が雫となって表現いたします。今も昔も播州に恵みもたらす過去の川、荒々しくも美しい我らの川をご覧いただきましょう。ベンゲー生まれ輝く無邪気な雫、
麗しく舞